こんにちは、サイネイリュウジです。じゃん。これはあの歌舞伎柄のフェイスパックでございます。今日はですね、日本で人気の雑貨や文房具を紹介したいと思います。喋りにくい。リュウジ君が訪ねたのは広島市中心部にある東急ハンズ広島店。生活雑貨、文房具、キッチン用品、そしてパーティーグッズなど幅広い品揃えで人気を集めています。さあ、いろいろと面白い商品が並んでるんですけれども、ちょっと商品の数が多すぎてですね、困っております。ここで心強い味方を紹介します。東急ハンズ広島店の谷口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東急ハンズ広島店の谷口ひろみさん、販売促進、広報、そして店内のデザインも担当しています。谷口さん、はい、こちらのお店、外国人のお客さんも多いんですか？そうですね、の中国や韓国のアジアの方というよりも、どちらかというとアメリカとかヨーロッパの、あちらの欧米の方の方が多いんです。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。ちょっと意外ですね。そうなんですよ。で、その外国の方に人気の商品って何かあります？実はこちらにございます。はいはい、あ、こちらです。これなんて言うんでしたっけ？これは食品サンプルですね。そうだ、はい、ね、ほんとちょっとリアルすぎやしませんか？そう、すごくリアルなんです。もう食品サンプルをもともと作られてる会社が作った、はい、商品になってます。もう本格的にプロの方が作ってるものなんですね。そうなんです。美味しそうなものがたくさん。だってですよ、あの天ぷらあるじゃないですか。はい、これがししとうなんですけど、はい、シシトウって確かにちょっとね、先っちょの方衣つけにくいんですよね。そうですね、確かにそうです。ちょっとこうまばらについてる感じとか。そう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 。これリアルですね。はい、目の付けどころが鋭いリュウジ君、その一番のお気に入りがこちら、ステーキのキーホルダー。形や色、焼き加減が非常にリアルです。続いて食品サンプルグッズ人気ベスト3。第3位がこちら、餃子。パリッと焼けた皮の色や質感が再現されています。第2位はウインナー。このまま弁当箱に入っていてもわからない仕上がりです。食べてしまいそう。第1位はおにぎり。美味しそうなご飯粒、しっとりとした海苔が表現されています。キーホルダーのほか携帯ストラップなどがあります。お気に入りを見つけてください。ヘルス&ビューティーフロアにやってまいりましたが、はい、このフロアで外国人旅行客に人気の商品って何ですか？はい、それがですね、こちら爪切りになります。爪切りが人気なんですか？そうなんです。日本製で、はい、とてもあの質がいい、クオリティが高いということで。はあ、なんかかっこいい。男性が好みそうな、そうなんですよ、無骨な感じと言いますか、金属のこの質感。確かに。とこう無駄のないデザイン、大好きなんですよ。いいですね。ちょっと切ってみますね。はい。あ、いい音しましたね。もうね、全然力入れてないんですよ。本当に切れ味が素晴らしいですね。うん、ですね。続いてリュウジ君、化粧品コーナーで何やら見つけました。何？なんか変わるのかな。おお。びっくりした。顔を認知して、歌舞伎フェイスのフェイスパックがパチッとついて、こういう感じになりますよっていうのが分かりやすいんですね。そうなんです。こちらはフェイスパックのコーナー。遊び心をくすぐる様々なデザインのフェイスパックが並んでいます。ミュージカルのキャラクターや有名ロックバンドなど楽しいデザイン。中でも海外の観光客に人気なのが歌舞伎です。あ、すごい。うわー、いいわこれ。いいですね。うん、変身願望まで満たしてくれる。うん、楽しい。こう店先でやってると誰も目を合わせてくれないですね。みんな見て見ないふりしてますね。それはそうですよね。海外の観光客に人気のサービスも発見しました。箸に名前を入れるサービスです。旅の記念にもいいですし、お土産としても人気があるとか。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字に対応しています。うわ、いいわねえ、このね、はい、僕の名前の龍っていう字なんですけど、はい、かなり細かいんですけれども綺麗に仕上げていただいてますよ、はい、これでご飯食べたらさらに美味しく感じます ね。嬉しい、ありがとうございます。とんでもないです。外国人の方にはカタカナや漢字の当て字がおすすめ。例えばオリビアやレオンはご覧のようなデザインも可能です。続いては人気の文房具をご紹介。谷口さん、はい、こちらフリクション、はい、僕も愛用しておりますよ。あ、そうなんですね。ちなみに僕が使っているのはこの4色タイプのボールペンですね。あ、いいですね。いや、これはおすすめですよね。そうです。僕スケジュール帳に記入するときによくこれを使うんですけれども、うん、はい、普通のボールペンのように、文字を書けます。書けますね、書いて消せるわけですよ。はい、すごい、書き直しが何度でもできるので。そうなんですよ書き直したいときに擦れば消えるフリクション。ボールペンのほか色鉛筆やマーカー、可愛いスタンプがあります。と、ここで素敵な出会いが。 Where are you from? America.America. I'm from America. Oh. Yes. Your family? This is my family. Yes. Oh. Yeah. Papa. Papa and mama. Mama. Son. Son. 早速話題のフリクションを体験してもらいました。Wow. Very cool. Easy. Easy. Wonderful. Very cool. Japanese technology. Japanese. Very cool. はい、続いて谷口さんのおすすめ文房具をご紹介。こちら、はい、紳士なノートと言います。一見普通の普通のノートですよね、うん、ちょっと手触りを確かめてみてください。あ、え、あしっとりした滑らかな、なんかね、絹みたい。あ、そうです、そうです、そうです。こちらが滑らかな書き心地をご提供できる。そうか、はい、手触りだけじゃなくて、はい、書き心地も滑らかなんですね。そうですね、滑るように文字を書けるわけですか。書き心地にこだわったノート、皆さんも感じてみてください。こちらはですね、外国の方におすすめな付箋があります。付箋紙にも面白いデザインがたくさん。お寿司や富士山、お相撲さんなど日本の文化を表現するものが人気を集めています。いやー、面白かったです。ワンフロアに10話、はい、驚きや感動がありましたね。ありがとうございます。いや、素晴らしいところですね本当に皆さんもぜひここに来ていろんな商品を見てですね、生活のヒントにしてみてください。